ミ池ケコ門ミ池ケコ門施設を通過するタグボートミ池ケコ門の脇にあるスルースゲートミ池ケコ門施設を動かす水流ポンプミ池ケコは福岡県大牟田市にある港湾である港湾管理者は福岡県港湾法上の重要港湾高速法上の特定港に指定されている当時三井港山合資会社の専務理事であったタクマの発案でされ日本では 珍しいパナマ運河と同様の高問式のドックを持っている。現役の港でありながら、2015年5月4日に、イコモスからユネスコへ、世界遺産リストに記載勧告がなされ、同年7月に正式登録された、明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業の23構成資産に含まれており、長崎造船所などとともに、 日本の稼働資産としては、初の世界遺産登録となった。1930年頃の三池港周辺の地図。宿、世界遺産。国内19番目の、明治日本の産業革命遺産。全23資産を一挙紹介。マイナビニュース。2018年9月18日閲覧。近藤聡、高速船三池島原ライン。事業引き継ぎ運行。毎日新聞。 ありがとうございます。